その他のトレーニング教材ですけども、アイコンストラクションの実施を受けまして、やはりですね、2次元図面から3次元モデルを起こさなくてはいけないシーンもあるということでですね、多く問い合わせをいただきまして、シビル 3D のもともとの機能になりますけども、2次元の図面の情報から3次元の、設計モデルを作成する手順をですね、まとめた、テキストですとか、あとは SIM 事業における成果品作成の手引きに対応した、成果品作成手順ということでですね、それぞれシビル 3D、レビットともにですね、必要な属性情報を入れる、また出力の方法等もですね、まとめた手順書などもありますので、ぜひ参考にしてください。その他の教材ですけども、この BIM デザインのサイトですね、アイコンストラクション対応の専用サイトもありますし、またその中、どんどん、入っていただきますと、テーマ別トレーニング教材も用意しています。こちらの方はですね、シビル 3D 単体であったり、インフラワークス単体であったりというふうな形の、基本的な操作マニュアル等も用意しております。その他、この BIM デザインのサイトの中にはですね、オンラインセミナーの動画へ直接リンクするものですとか、業務別のデモ動画もですね、用意されております。今後ですね、どんどん件数も増えていくと思いますので、気になるときにですね、随時チェックしていただければ幸いです。でそれぞれですね、テキストですとかデータセット掲載されておりますけども、実際にやってみたいという場合、体験版ダウンロードもしていただけますので、こちらのサイトを通じて製品を入手いただき、30日間ですね、テストしてもらうということができるようになっています。また、実際に使っている上でですね、気になる点、質問したいなというふうな時には、弊社のホームページですと、SIM 土木関連フォーラムサイトというところでですね、ディスカッションしていただく場がありましたり、CUG、シビルユーザーグループのサイトでですね、SIM 駆け込み寺というサイトがありますので、そこでですね、同じような質問をしているかもしれませんので、ぜひご覧いただければと思います。また、このシビルユーザーグループの方からですね、シビル 3D のエキスパートたちがですね、235の技をまとめまして、公開しているテクニック集の本もですね、発売されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。